回はシールドのステータスによって強度がどのように変わるのかをお伝えしたいと思います。まずはシールドの耐久時間です。エナジーボールによって壊されない場合、シールドは時間経過とともに自然に消滅します。ステータス1のシールドは早く消滅するのに対して、ステータスの数字が上がるにつれて消滅までの時間は長くなります。またシールドはエナジーボールによって壊すこともできます。ステータス1のシールドは数発で割れるのに対して、ステータスの数字が上がるにつれて多くのエナジーボールを当てないと壊れない強いシールドになっていきます。シールドの割れる瞬間が得点のチャンスになることも多いので、あとどれぐらいでシールドが割れるという計算は非常に重要となってきます。